本郷ふ太郎本郷ふ太郎昭和6年3月20日は日本の陸軍軍人。軍事参議官、陳太尾守備軍司令官や第一、第十七師団長を歴任し、階級は陸軍大将制2位、軍一等稿3級。軍を退いてからは国の宮急務監督や第二本部特会長を務める。篠山藩士、剣術師団、本郷菅之助の長男として生まれ。 豊岡県市藩学校を中退して1877年5月、陸軍士官学校に入る。1879年12月に卒業し、陸軍不評少尉に任官される。翌年5月、不評第6連隊府を命ぜられ、1885年2月、陸軍士官学校府となる。士官生徒第3期の同期には、上原優作元水や秋山吉古大将らがいる。 同年5月、不評注意に、1891年9月、不評単位に進級し、士官学校教官となる。1895年6月、少佐進級とともに留守第4師団参謀を命ぜられる。同年12月、第4師団司令部府となり、1896年1月、陸軍省軍務局府に移る。同年5月軍務局会に進み、 1899年9月、不評中佐に進級する。1900年4月、再び陸軍士官学校教官となり、1902年5月、不評第42連隊長を捕食される。同11月、不評大佐に進級。1904年5月、日露戦争に出征する。同年9月17日、陸軍省高級副官を命ぜられ、 同10月1役より戻る。1905年7月18日、陸軍省省に進み不良情報局、長官権陸軍省高級副幹事務取扱いに、同9月7日から陸軍省人事局長権不良情報局長官権陸軍省、高級副幹事務取扱いとなる。1906年2月8日、高級副幹事務取扱いを免税られ、同4月1日、 高三級禁止勲章を受章する。1九百九年三月からヨーロッパに派遣され十一月に帰国。この間九月三日府で教育総監部本部長の事例が下る。九百十二年四月陸軍中将に級。旧。九百十三年五月陸軍次官となる。九百十四年四月第十七師団長に親保され同年十一月三十日。 君一等随法賞受賞。1916年8月、第一師団長に移る。1917年8月、陳太を守備軍司令官に進み。1918年7月、陸軍大将に進級する。同年10月10日の軍事参議官、同10月28日、君一等局日大受賞受賞を経て1921年6月、予備役編入。 1925年7月から1930年3月まで国の宮球務監督を1926年2月に就任した第二本部特会長は1931年3月に没するまで務める。1934年本郷家の蔵書およそ3万冊と滝郡教育会図書館の合一によって本郷の遺徳を検証することを目的とする。 本郷大正記念図書館が、篠山町に作られた。当初の計画では銅像を建設する方針であったが、遺族の事態により、記念図書館の建設で落ち着いたという。占領下の一時期は、本郷の名前を外していたが、サンフランシスコ講和条約発行後に、篠山町立本郷図書館へ、またなした。この図書館は、合併による篠山市の成立後、 2003年4月篠山市立中央図書館新設で廃され、それまでの蔵書は文室の丹波笹山市民センター図書コーナーに引き継がれている。ありがとうございます。